担任から何からね、校長先生なんかなってみんな来てるんですよ。で、とても嫌でしたけど、まあ訴えて、で、畳の間で下にほら、この裁縫台ですね、裁縫台って言ったでしょ。それ置いてあって、林先生座ってて、私座ったら林先生が「あんたなんでハンセン病の映画なんか作るようになったの？」「いやー、たまたま講師で生まれましたから」って言ったんですよ。それだけじゃないだろうってしつこく聞かれ、いや、それだけですよって言って、仮物の言葉がありますけどね、あんま好きじゃないもんで、自分の言葉がないんですよね、まだ。それより以外に私。それから何年経ったのかな、3、4年経った頃、私の父ハンセン病って言って、その先生、林先生とお父さん写ってるんですよ、朝日新聞に。それで、ああ、あの時のあの熱心さはそうだったなということびっくりしましたね。まあ、いろんな、やっぱ病気ですから、いろんな人がなってくるということですね、だろうと思います。監督、今回、ハンセン病映画祭に監督の、熱い壁、新熱い壁を上映させていただくことになったんですけれども、若い世代の方々もボランティアやスタッフとして一緒にこの映画祭を盛り上げていくんですが、今の若者に対して、そして今の人たちに対して、この映画を通じてどんなことを訴えていきたいと思われますか？どんなこと、まずはハンセン病って、病気そのものよりね、ハンセン病って非常にこう、日本の政治とかその流れの中でね、非常に翻弄された病気と思うんですよね。だから、そういう、一番悪いっていうのかな、影響力があったのは、やっぱり、雷予防法というので、患者さんの人権すべて奪ってしまったということですね。そういうことが現実に行われてたということをまず知ってほしい。それと変わらず、やっぱり、初め治るようになったし、雷予防も廃止になったけど、要するに、あなたはどうですかということ、知らないという人はほとんどですね。知らないということはね、やっぱり観念的な言い方だけど、差別していることと同じだと思うんですよ。どこでどうかということ、なぜならね、例えば結婚の問題が、で、自分がたまたま知らない、男性なり女性になると結婚することになった、現実になるんですよ。そしたら、今おじいさんがですよ、おじいさんがハンセン病だったっていう人、あるいはおばあさんがハンセン病だった人言ったら、その時「あ、そうですか」で済むかということですね。おそらく周りの親とか親戚は反対すると思うんですよね。だから、差別するのはね、雷予防法は国が作って悪いですよ。だけど、それに乗せられて差別してきたのは、やっぱ自分だと思ってほしいでね。だから、そこから何かこうできることでいいから取り組んでもらえればなと思うんですね。その材料にこういう映画をしてみて、だから一番いいのは交流で、患者さんと交流とかいろいろあるけど、みんな交流するってできないから、こういうのを見て、疑似交流でいいから、そういうことを思いますね。ありがとうございます。なんとかなりますか？そうですね。ここにね、出てる子供たちも、ある意味そのお知り合いというか、そのおそう子でさんす。たちですよね、実際。ね、これがね、もう当時ね、70年頃でしょ、作るの。すごい、東大闘争があった頃ですよ。ね、だからね、左翼の中もね、社会党と共産党で仲悪くなったわけね。当然、それはもう自民党と社会党共産党というのはもうあれですけどね、そういう時代なもんですから、これ作ったのはやっぱ国を批判してる映画ですよね、一面ね。熊本のね、教育界が学校貸さない、それから政党貸さないんですよ。それで、教祖の先生の子供とかね、教職員組合の幹部のですよ、幹部のですよ、子供とか、この主役の男の子はね、
教文部長の子供でしたよ。 お父さん体育の先生でね、たまたま県教村に呼ばれて教文部長やってたんですよ。それからあのお兄ちゃんの方は私の高校の先生の子供なの。それはもう競争と関係ない。まあ、もちろん熊本高校行ってた方もう東大行こうと思ってたんですね。うん、そういう人ばっかり集めたんです。なるほど、当時も本当にあの、まあ、今回映画祭やるにあたって、あの、まあ、今回聞いた話すごいやっぱ面白いなというか、僕ら、まあ、若者じゃないですけど僕よりももっと若い世代の学生たちが、あの手伝ってくれることになってるんですね。でその若者たちができることといったら、まあ、例えばこの映画を見たりとか、あとこういったあの映画祭に関わってみて一緒に何かこう手伝ってみたいっていうことが一つの大きなアクションだと思います。で、まあ、監督がもう20歳の時に考えられて20代の時に作られた映画っていうので、まあ、僕らもあの動き始めたんですね。まあ最初に映画にもならないような分厚い脚本を書いたというのが、まあ20歳か21の頃ですよね。もう今度は700枚ペラですけど700枚もあってね、それであとも直したんですけどね、いやー俺は天才だなって思ったら全然すごいですね。そういうあれですけどね、だからやっぱりこういうのに惹かれていくというのはね、やっぱり私のまあ学校行くまでですね、水子の魂100までって言うでしょう、そういうことが影響してるんじゃないですか。農村の子供でね、ほとんど農家の子供はもう小学校の小さい時からうちの手伝いするじゃないですか。うちは親父が職業軍人で2、3年戦死してるもんですから、じいさんが小学校1年で死んで、ばあさんが5年生で死んだのかな。それで母はあの3歳から6歳までかな、師範学校行ったんです。師範学校に先生、それでいなかったんですうちね。もちろん夏休みと冬休みぐらい帰ってくるけど、あとはまあ時々帰ったかなという程度でね、じいさんばあさん育てられてるんですね。だからやっぱりそういう子供は表現できないから、そういう寂しさとかそういうことがやっぱり こっちの方ばかりいっちゃうとこあるんですよね。若い時にその最初理系に行きたくて、まあ、理系をやってて、そこからその自分でやりたいことをやってやろうということで、だからもうあの要するに大学の中で土俵際まで追いやられてるんですね。もうそれからあのやっぱり俺の人生どうなるだろうってやっぱ考えますでしょう、当時はね。でやっぱりあの就職するにもね、工学部なんか就職がいい時だったんですね。これからじゃ俺たち上の人ダメですよ、戦争で工場がみんなやられてる時だから。まだ俺が来たまで横浜なんか鉄骨が曲がったような建物があったんですよ。爆弾の跡もありましたしね。だからそういうなんていうのかな、そういう時代だったから、給料が少しでもいいやつとかいいところとかね、だから私立大学行くならもう特待生、国立行きゃあの県立高校より安いです。県立高校は700円の時、国立大学は500円ですからね、年間1万円かからなかったの、大会費入れて。そういう時代ですけど、だからまあ私ラジオ組んだりするの好きだったんです、写真撮ったり、ちょっと変わったもんですね。いや、そういう、でもその監督がいたおかげでこういった作品が来て、だからいたおかげで経費の患者さんはじめ入所者の人たちは大変な思いはしましたよね。いや、もう皆さん、ね、ちょっと、まあ、あのまだまだ聞き足りないところあるんですけど、あの当日また監督ぜひいらしていただいて、あの若者の前でこういったその学生時代の話なんかも聞かせていただけるとすごくあの勉強になりますし、まあ一番は あれですよね、頭の中で考えて理解するなんてできませんから、共感するっていうことになると思うんですよね。共感するってことが一番あれだと思うんです。実際ハンセン病の
女の子、綺麗な子がいたんですよね。うん、お好きになっちゃったんだね。そうなんですか。そういうことはあったけどね、向こうは受け付けませんよね。受け付けないんですか。それは受け付けないですよ。向こうの方とこう、いや、付き合いはずっと今でも付き合ってますけど、一切口に出したことない。あ、そうですね。私もね、うんうん、分かってますからね。いや、僕がね、同じ世代だったらそういうことあったかもしれない。初めて療養所に行った時はもう仲いい方はみんな自分の親よりも上の世代だったんで、もうご飯とか食べたりとかして仲良くはなったんですけど、一緒の世代だったらなんかそういうこともあったかもしれないですね。いや、それはもうね、病気ですからね。大体太田君ね、太田さん、はい、お父さん俺担任ですよ。あ、そうですか、お父さんが。太田さんって今副会長ですね。副会長。自治会の、あれ、病気にならなきゃね。はい。まあ、兄弟、お父さん兄弟ですから。小学校5年からうちの子、中学ですね、旧制中学入って、左高に4年から入って、20歳で兄弟の法学部を卒業して、三菱銀行の支店長に今では25号ぐらいになってるんですよ。で、兵隊行って帰って、双方家の人と結婚したんですね。で、双子産んだんですよ。双子ですから、あれ。あ、そうなんですね。うん。それで、子供と時々楼門のところで遊んでましたよ。すごい双方形ですから、何百兆分ってあるようなうちですから、山とか。そうなんですか。もう本当エリートなんですね。エリートですよ。それでね、先生、そしたらあそこへ高等学校あったでしょ、小宮公明、公明じゃ、愛生院にね、はい、新潟の教室に、そこへ行った時ね、田中文夫さんって言ってね、有名な人です。そう。唐桑ですね。鈴木茂雄というんです。一橋ですよね、あの人。東京商大。で、あの人のところ訪ねて行った時は、そしたら、熊本からね、大塚って言うんですよ、本名ね。ここだから話す。大塚兄弟が来てるよって、会わんかって言うから、会いませんって言ったの。太田明さんって自分でね、付けられた名前それで